試合はこれから7回の表最終回に入ります。さてここまで放送席では男子大学選抜の先発ピッチャーとして活躍しました小山怜央選手とともにお伝えしました。小山選手ありがとうございました。ありがとうございました。そして男子リーグ選抜はここでピッチャーを変えてきました。寺原に代わって岡崎が入っています。ストッパーですね。彼も130キロ投げるので、最後締めにかかってますね。はい、日本の次世代エースとも言われている岡崎健人です。そして放送席には今日大活躍されています松田光選手に来ていただきました。はい、松田選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや相手は大学選抜ですがどのように試合に臨んでいらっしゃいましたか。やっぱり勢いをつけると確実に勢いに乗られてしまうのでそのスタートはすごく丁寧に入りました。はい、まあ、でもここまでリーグ選抜は1点のリードですがどうでしょう。チームとしてはこう予想はどんな感じだったんですか。そうですね、大学生のピッチャーみんなすごくいいのは知っていたのでなかなか点が取れない中ピッチャー陣で頑張ろうっていう、目標があったので、まあ、今のところはいい展開かなと思っています。はい、そして松田選手は最初は黄色のユニフォーム、はい、黄色が貴重のユニフォーム着てらっしゃいましたけれども、はい、後から黒色のユニフォームに変わりましたが、はい、それはどういった理由といいますかどういった思いでそのユニフォームを変えたんでしょう。そうです、公式戦ではまず変えられることはできないので、ちょっとアウトになったら、ちょっと縁起悪いかなと思って、変えようと思ってたの、1打席目アウトになって集中しすぎて、変えられなかったので、2打席アウトになってから、ちょっと気分一新でやろうかなと思いました。はい、まあ、そのユニフォームを変えたことで、まあ、ヒットが出たわけですが、これはもう正解でしたね。そうですね、大正解でした。よかったです。なんなら初めから黒着てた方が良かったんじゃないかって話になったんですけど。はい、それからあと、まあ、その打席に入っているときに一度こう三塁側のベンチに戻っていく様子を見られましたが、はい、バットが折れたんですか。そうですね、バットがひび入ってしまったので、変えなきゃいけなかったので変えました。なるほど。そのバットにひびが入ったり折れたりすることって結構あるんですか。はい、そうですね、まあ、そんな頻繁にあるわけではないんですけども、まあ、ちょくちょくあります。なるほど。はい、まあ、それだけピッチャーの球威もすごかったということですね。さあ7回の表2アウトになりました。岡崎も128キロまで出ましたね。はい、ライズ128キロです。アウトあと1つ取れば男子リーグ選抜の勝利となります。初球は少し浮いた球になりました。ちょっと抜けた感じですかね。ワンボールナッシング。どう岡崎緊張してた。そうですね、打席入るときにまだ 0-0 だったので絶対打ってくださいって言われました。さあボテボテの頃サードが一塁送って3アウトになりました。試合終了。さあここまで解説の吉村さんと共にお伝えしましたが、はい、この試合どのようにご覧になってました。そうですね、リーグ選抜若手主体ということで、はい、大学選抜は大学のトップということで、それでのそういう中でもリーグ選抜は面目を保ったそういうゲームだったのではないでしょうか。そして松田さんにお聞きしますが、はい、まあ、今後の男子リーグどうなっていってほしいですか。そうですね、やっぱり
ソフトボールはあの女子のイメージが強いので少しでもこう、はい、男子のイメージを、この世の中にこう浸透させていき